はい、皆さんこんばんは。こんばんは。ヤマト愉快な仲間たち始めさせていただきます。よろしくお願いします。すごいな今日は盛り上がってます。嬉しい。今日のゲストすごいです。はい、あなたの美の魔法使い、りんちゃんです。拍手。どこ向けてやればいい。よろしくお願いします。すごいな、なんかすごいな。はい、なんかやりにくいですけど、はい、早速ですね、最初に言った、前回も、発表してもらったんですけど、はい、大事な大事なバナースポンサーさんの紹介をお願いいたします。はい、わかりました。ここからですよね。そうですね。ペットの総合施設 DC キャッスル様。スカちゃんの癒しタイム様。カッパの奈々子様。抜かしてる。検索してください。はい。シンガーソングライターの平様。そうです。浜松の神エステサロン、サロンドピュール様。魔法大人が輝くちょっと面白い。大人が輝く背中を見せる、梅チャンネルの松原美里様。はい、ありがとうございます。ドラゴンと一緒に希望を届けます、エルピス様。マスダグリーン様。あ、何が欲しいですね、やっぱね。はい、ピクニック365カフェ様。はい、ありがとうございます。あと2つ。はい、愛の、あ、間違えちゃった。猫ね。猫のちょっと愛の猫の肖像画作家、カトレイト様。はい、ありがとうございます。愛のカッサ、マリアンジュ様。ありがとうございます。以上のスポンサーの皆様が焼津テレビを支えてくださっています。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。さあ、りんちゃんなんですけど、はい、自己紹介をすいません、よろしくお願いします。はい、私は、菊川市で、小顔エステとメイクアップのサロンをしております。でサロン名はサロンりん、で私の名前は石原美鈴で、サロンリンのリンを取って、リンちゃんってよく呼ばれているので。かわいいですね。はい、なので私のなんだろう、あだ名というか、あだ名をあなたの美の魔法使いリンちゃんということで、これから皆さんに親しんでいただければと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、リンちゃん、よろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。あら、聞こえないです。あ、ごめんなさい。はい、すいません。はい、ありがとうございます。さあさあ、りんちゃんなんですけど、打ち合わせを2回ほどしたんですけど、全然打ち合わせにならなかったから。そうです、そうです。もう先ほどもね、なんか変な話に脱線しちゃいまして。そうです。もうどうしましょうね。どうしま、本当に山さんの過去の話をちょっとやばい。それすげえやばいやつ。まあ今日それでも私また来させていただくので、それ今日はそれで言っても、なんかでも代議士のすごい今話題になってる代議士、女性代議士なんか似てるっていう噂がちょっとあるんですけど。ちょっと似てませんか、私。誰か分かりません。山尾山尾さん。そう、あら、バラが起こっちゃいましたね。髪を切ったら、ちょっと似てるということで、でもその山尾さんのワイド版ということで。はい、そう、ちょっと横にちょっと、ごめんなさい、ちょっと本当になんかもうなんか笑っていいのやらってところですね。申し訳ございません。もう苦笑い系です。本当にすいません。ありがとうございます。ありがとうございます。まあまあ、でも綺麗な方ですからね。あ、山本さんね。山本さんも、りんちゃんも、ね。ありがとうございます。本当に。じゃあその心を、その言葉を胸に頑張りますので。人生ね。はい。頑張ります。ちょっと縮めていきますので、こうやってぎゅーっとこうね。そう、もうね。そうかそうか。これ、はい、サロンは自宅でやってるんですか。あ、違います。違います。去年の7月に、自宅サロンから外に出て、サロンを開いて、それでかっこいい。1年何ヶ月、今
11月ですよね。7、8、9、10、11年4ヶ月経ちました。おお、じゃあ自宅とは別のところに、はい、まあ、借りるか買ったかして。あ、買えませんよ。借りました。借りました。はい、なるほど。そうです。で、あ、そこの住所とかはもうあれですか、言っちゃってもいいんですか。はい、来てほしいですね。住所は、うん、どこにあるのかな、どこにあるのかな、住所。ここに、乗っかってるのは、はい、あれ、これ住所じゃないですよね。これはうん、あれです。あセミナーをする場所なんで。あ、そうかそうか。はい、お店は、はい、菊川市の本所っていうところなんですけど、菊川市の本所ってものすごく広いんですよ。なので本所って聞いたことあります？いや、本当っていう。あ、本当か。もう、ね、すいません、ちょっと耳までちょっと遠くなってきちゃったんで申し訳ございません。そう、そう、広いんですけど、うん、バローっていう、ありますよね、ね、そう、そのすぐ近くです。じゃあ、岡野って言うんですよ、前。そう、元の岡野の、はい、すぐ近くで。あ、そうか。はい、牧野原の方から下ってくると、はい、そのバローが左側にあるじゃないですか。はいはい、それはどっち行くんですか。バローが左で、その道を一本中に入ったところです。うん、ちょっと閑静な住宅街って言っていいのやらどうなのやらっていう。左の方？待って、いや、牧野から原から降りてくると、バローがここにある。バローがあって道があっての一本こっち側、一本そっち側、もう本当にバローがこう、あ、そっかそっか、平行、うん、そうそう、にあるところです。そのあたり、はい、ちょっと一本中に入ると静かなんで、まあ、多分全然分かんないと思います。そうですはい、さあ、住所は後でね、またちょっと発表してもらえば、うん、あ、はい、分かりました。はい、これあれ、予約っていうかは、はい、なんかどうすればいいですか。予約は、うん、ホームページを、うん、サロンリンで、サロンリン、うん、菊川ってやらなくても見えてますかね。これですね、きっとね、うんうん、これ、そうです、これ、画面上に出てますね。そう、サロンリンって調べれば、はい、ホームページが多分最初に出てくると思うので、うん、で、そこから、うん、なんか予約の申し込みなり連絡先なりが出てくるので、うん、そこから申し込んでいただいて、魔法使いってことはかなり綺麗になるんですよね。そうですね、すいません、なんか私が言うと説得力がないかもしれないですけど、綺麗、いや、綺麗ですよ。ありがとうございます。ちょっともう、そう、あ、ありがとうございます、よかったです。あ、マキさんが一発で出るっておっしゃってくださいました。そう、まあ、顔は丸いですけど肌にも自信はあるし、うん、はい、横幅はありますけど、うん、お肌と、うん、あとメイクアップで、うん、喜んでいただくことは、うん、ちょっと魔法をかけることは、うん、もう本当に私の使命だと思っているので。なるほど。ただ私の体が締まらないだけで本当すいません、もう本当に自虐ばかりで本当に申し訳ないですけど、はい、はい、そうです。これいつ頃からこれハマったっていうか、うんうん、なんか好きだったんですか、ずっと子供の頃から。そうです、もう物心つく前から。物心ってかなり前ですね。そうです、母の、おばですね、母の妹で、おばが美容部員をやってたんですよ。なので、おばが試供品とかを母にたくさんくれるんですよ。で、常にもう母のドレッサーのところには新商品の、何メイク用品がいっぱいあって、うん、でも私自分の顔にするんじゃなくて、うん、もうよく何かよく分かってない、ちょっとまだ歩き始めたばっかりの妹の顔をぐちゃぐちゃにしてたりとか、そう、そう、よく自分の顔をね、ちっちゃい子がこうぐちゅぐちゅねやっちゃうとかっていうのはテレビでやってますけど、自分じゃなくて妹の顔をぐちゃぐちゃに。そう、それ何歳ぐらいの時から。で、母が言ってたのは多分3歳とかで、まだ1歳で、本当に物心をついた頃ですね。本当にそれぐらいからもう荒らしまくるっていう、その母のドレッサーを、うん、そうで、マニキュアなんかね、今ネイルとか言ってね、そう、そんなのもあれば、まあ、それは自分でつけたりとかはしたんですけど、うん、顔はとにかく人にやりたくて。へー、うん、
そうだったんですよ。綺麗にしたかったのかいじめたかったのかどっちか分かんない。違います、綺麗にしたかったんです。そこは勘違いしないでください。本当にもう兄弟喧嘩じゃないです。違いますよ、もう本当に可愛がって可愛がってそう本当に泣かれてどうしようもなかったですけど、はい、別の意味の可愛がりみたいな。そうです、はい。そう、すごいな。そうですね、これ勉強はじゃあどこでどんなふうな感じでしたんですか。まずは私いつから始まったんですか、ね、勉強。勉強し始めたのは、うん、あの結婚して、うん、あの一人目の子供が生まれてすぐぐらいから、うん、ちょっとあの大手の化粧品会社さんと、うん、あのお友達がちょっと所属しているところからちょっとお声がかかって、うん、あんたそんなにメイクが好きだったらって、まあ、ここの同級生だったので、うん、その私がメイク好きだとかっていうのは知ってたので、うん、それで結婚式で再会して、でそれから来てみないっていう話でちょっと行くようになって、そこから勉強は始めたんですけど、うん、でもその前からもうあの雑誌とか買って、うん、あの例えば会社の先輩なりをとっ捕まえて、まあ、普通の会社員だったのでとっ捕まえて、そう先輩顔貸してそう先輩顔貸してって言っていろんなもうとにかくメイク用品買うの大好きだったんでポーチバーン持ってって、もう先輩の顔昼休み中使って顔をメイクするとか、そうすっごい迷惑なやつだったと思いますけどそういうことやってるぐらい好きでした。まあ、それはじゃあ趣味みたいな感じでやってる。そうです、趣味です、もう本当に趣味なんですけど、でそれが意外にも喜んでもらえて、で私は高校卒業してすぐに就職したんですけど、うん、あの短大に行ってる友達がじゃあ卒業式だからやってとか、そうあの入学式だからやってとか、でじゃあ先輩がデートに行くからやってとかって言われるのをやったりとかしたり。メイクって別にその免許とかはないんですか？やっちゃってもいいんですか？そうですね、あの普通にもう塗るだけじゃないですか顔を、あの別に刃物当てるわけでもないし。そうじゃあ免許いらないんですね。もうやるだけ、まあ、やるだけだったら。だから私お金もいただいてなかったし。あ、そうか。そうでも先輩たちは、うん、そうやって喜んでくれると、うん、なんかあのシュークリーム買ってきてくれたりとか、うん、私的にはシュークリームあのちょっと顔がさ、ちょっと今やってやるからみたいなモデルになってくださいそうでした。そうなんでね、そう私的にはちょっとビールが良かったかななんて思いながら今さっきもビールの話しかしてないぞ、ね、もうさっきだって飲めるところに行って飲まないなんて初めてだったのでそうで何か食べるって言ったんだけど、うん、食べたくないと、もう家に帰った時にもう空腹で味わいたいとそんな好きなんだはい、大好きです、ね、はい。メイクとお酒どっちが好きですか？悩んでますどっちか取られるとしたら取られる？あ、お酒ですね、やっぱ取られるのそこはそこだけはやってきたいんでそう悩んじゃってねどうしようかね。そうかそうか、なんかそれがだんだん仕事になっていくっていう過程があると思うんですけど、はい、何かあるんですか、そういう。そうで、そのまあ、メイク散々やってるの知ってたと友達に言われて、でたまたまそこの会社でメイクアップの大会とエステの大会、ネイルの大会で、ネイルとかもだんだんこういろいろ浸透し始めてた頃で、うん十うん年前の話ですけどね。でそれで第1回の大会をやるっていうことで、でまあもちろんその時はもうレッスンし始めてたので、それ入ってから1年ぐらいもうひたすら勉強して、で大会に出て、で、あら、あれよ、あれよと。地区予選みたいなのあるんですか？そう、ありました。で、予選で、あら、あら、受かっちゃった。あら、受かっちゃった。あ、全国大会行っちゃった、みたいな。あ、全国大会行っちゃった？行けました、行けました。もう、そう、その時はもう、震えましたね、もう。まさかのって、であのメイクアップの神様って言われてる島田千明さんという方がいるんですけど、島田千明さん、さんです。でその方があの審査員で来てくださってて、もちろんネイルとかもその時 もうネイル界での神様とか、うん、世界での神様みたいな方々が、うん、あの審査員で来てくださってたので、私ちょうど島田千明さんの斜め後ろに立ってたんですよ。で全身プラダだって聞いてて、うん、でも緊張しちゃっててこう上がこうやって向けなくて、でそのピッ
カピカに光ったプラダの靴見ながら、これがプラダの靴なんだとか思いながら、まずあの大会の前に、神様、神様がいるとか思いながら、そう、そうだったです。じゃあすごいですね。全国大会で、うん、全国大会で順番決まるんですか？決まりました。もうで同じところの大会から出てた方が入賞して、うん、まあちょっと私は残念ながらだったんですけど、10位まで順位がついたんですけど、あの、まあ、残念ながらちょっとそこには入れなかったんですけど、そうでもまあ大会に行けただけでもね、はい、うん、それでさらに好きになっちゃって、もうそうです、もう負けない、私絶対負けないとか思いながらもうそっと、もうそうですね、頑張りました。頑張りました。うん、もう今はもうあれですか、コテンパにやっつけた。いやいや、もうその方とはもうお会いすることがないので、あのもう全然あの違うところから出てきてた方だったんで、そう会うこともないし、そう、その方はあの結婚式のメイクとかもされてる美容師されてた方だったんで、まあ仕方ない、譲ってやるよみたいな。勘弁してやるぞみたいな感じだ。いや本当はそんなこと思ってないですけどね。そう、そうでした。すごいな。はい、じゃあ、うん、まあ実力あるんですね、じゃあね。そうですか。まあもう全然信じてなかったわけじゃないですけど。そうです、信じてなかったでしょ。だって面白すぎるからね、いけないんですよね。でもすごいね、全国大会でね。そんなことないです。うん、ありがとうございます。なんかそのなんだろう、こういう技が私のなんか得意技みたいなのあるんですか。得意技、得意技っていうか、なんかちょっと全然わかんないんですけど、得意技、あの肌を、うん、あの作るのが本当に一番大切なんですよ、メイクするのって。肌を作る、もう本当にあのシミを隠すとかね、あの、まあ、ベースを作るのが何より大事なんですけど、もうそこは自信があります。お、それはその人に合った、まあ、そのファンデーションとか、そう、そういうのを、うん、まあ、うまいこと、そうです、色とかもなんかあるんですか、その、ま、混ぜるとか私流のなんかっていうのあるんですか。あ、うーんと、まあ、何種類も持ってたり、あの、じゃあこの時はリキッドを使おうとか、リキッドファンデーションとか、あのパウダーファンデーションとか、あのいろいろファンデーションの種類もいろいろあるんですけど、あのじゃあ BB クリームとかって、ちょっと前にあの韓国が流行った時にね、BB クリームとか、じゃあ最近はちょっと CC クリームってちょっと美容成分が高いものもあったりとかするんですけど、その時その時でその方のお肌で選んで、でだから常に人の顔を見る時は、この人のファンデーションの色ってどんな感じかなとか、そんな感じばっかりでいつも見てます。でそれ、そのベースができれば、うん、まあ、上に、まあ、変えてくるというか、まあ、キャンパスもできるから、そうですね、そう、まあ、もちろんパーツもものすごく大事なんですけど、であとトレンドもあるし、そう、あの色だったりとか、眉の形だったりとか、まあ、リップのラインだったりとかね、あとどう見せたいかとか、なんかその大会で順位を決めるっていうのがいまいちピンとこないんですけど、どういうなんかあるんですかね、判断基準ですか。判断基準、ね、その時の大会の、全国大会のですか。まあそうですね、全国大会どうだったんですかね、まあ、その時のトレンドってやっぱりあったんですけど、うん、で私はやりたかったんですけど、うん、あの先、あのそういうその時のトレンドメイクをしたかったんですけど、うん、ちょっとまあ何しろ第1回っていうこともあって、うん、やらせてもらえなかったんですね、そのトレンドメイクを、あ、上司に、上司、そうで、私この色使いたいんですけどって言って、何度言っても、うん、あ、そんな色じゃ違うって言っても、本当にもうがっつりバブルとかをいい大人でブイブイ言わせてた形ばっかりだったので、もう何、あの赤紫みたいなものをグリグリ塗ってるような、で私はもうベージュとかそういうのが使いたくって。今の先生もう一回言ってもらっていいですか。何がめちゃ面白かったんですけど、何ですか、バブルの話。バブル、じゃあバブル、バブリーこうでしたっけ、バブリーってなんか違うもんなって感じがしそうそう、あのそう、バブル時代をブイブイ言わせてきてた諸先輩方から、あのアドバイスをいただいてたので、もちろん眉毛の形とかはトレンドでできたんですけど、色選びをさせてもらえなかったんですよ。ああ、そうか、うん、まあ、それが自分の思うようにできてたら、もしかしたらっていうのもありますよね、うん、そう。でもう一人の方っていうか、その人はどう、自分の
やり方でやったんですか。あ、もちろんそうだったし、まあ、もちろん綺麗にできたし、何しろ審査員でも、もう島田千秋さんが言ったらそうなるよっていうのを裏で聞いてたので、まあ、もちろんトレンドメイクでもう松田聖子さんとか、あのこの前話したあのそういうスターをやったんですね、うん、私この前話しましたけど山さん酔ってたんで聞いてなかったですよね。もうゼロメモでした。そう、あとなんだっけ、あの奇跡の61歳のほら全然記憶がない。いや、あれ覚えてるかと。いや覚えてますよ。そう、あの恵比寿ビールを散々飲んでたんですね、その打ち合わせをしてた時に山さんが。そうなのでね、恵比寿の話になっちゃったんですよね。まあ健康勉強会でね、まあまあ聞いて、まあまあですね、うん、そう、でおばあちゃんコーンスターチはいけないなっていうね、ホップってね、あの書いてないとダメだよ。その話がすごい盛り上がってどんどんそっちへ行っちゃったんですよ。そうそうそう、やっぱりビールだったですね。そうですね、行っちゃいましたね、行っちゃいましたね、あれが行かなかったね、うん、だからあの奇跡の61歳の、うん、何でしたっけ、そのほらあの宝塚のトップやった大地真央さん、ね、そうとかのメイクも担当されてた方だったんで。大地真央すごい綺麗ですもんね。ねえ、ほん本当に奇跡ですよね、あの人。あの人はすごいっすよね。だからもう本当神様みたいな人にね審査してもらったんで、そうだからやっぱり1位取った人は、うん、まさにその時のトレンドメイクされてた方でした、優勝した時は、うん、なるほど。あ、はい、コメントが入ってます。はい、ゴンダさんですね。あ、みちえりんちゃんだよ。権田さんのメイクもされるんですか。あ、そう、この前の八重洲テレビの時は、うん、あの権田さんのメイクをしてたんですよね、うんうん、あ、そうかそうか。でそれで山さんがもしよかったら一緒にどうですかって言ってくださって、うん、でそれで私ここで横で喋ったの で、 あ、 そうか、あの時は私がメイクしてきました。なるほど、ね、非常に素晴らしい、はい、ありがとう、うん、はい、素敵な素敵な、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、あ、ミカさんも来てるよって。ミカさん、ミカさん1回会っただけですか。そう、1回だけなのに完全友達。あの、もう連絡あの1回会えば友達なんですよ私。ああの、ね、大概あの、うん、いい人は、あ、ごめんなさい、今ちょっと選んでいるようにちょっといら選んでるように聞こえちゃいましたから。そうそう、ミカさんももう何度かやり取りさせてもらって、うん、うね、うん、まあ2人ともそう最後ですね、うん、もう大親友です。そうそう、ありがとうございます。今このベースの話ですけど、はい、ベースの下の何ていうの、あの、下地ですか。下地っていうか、うん、肌、肌、肌っていうのは何になるんだろう、エステ。あ、そうですね、あのやっぱりメイクを乗、うん、らせるっていうか、うんうん、きっちりあの乗せるためには、うん、あのやっぱそのベースの本当の素肌の部分が大事なので、うん、それであのエステも始めて、今エステとメイクと両方やってるんですよ。そうか、うん、そうです。これ自己流っていうか、なんか、あ、まあ、基本的にはそのあるんですよね、うん、ちゃんとやり方みたいなのは。エステの方ですか。エステはもう習いに行って、はい、で資格試験も取って、でそれでやってます。あ、なるほど、なるほど、うん、さあ、はい、どうしよう、ビールの話ですか。またね。そうですよね、なんかすごいね、この辺の話面白そうじゃないですか、うん、これなんですか。あ、だから本当に私メイクするのが好きで好きで、うん、あの仕事もあの下の子を妊娠してる時に、うん、もうこんなお腹の時もまでギリギリまで働いて、うんうん、まあ、今のお母さんたちはね、それも当たり前かもしれないですけどね、人毛仕事でお腹大きくてもやってる方もいるんで、うんうん、でももうその産んで2ヶ月後には、うん、復帰して、うん、で、あ、産んで2ヶ月、ね、そうで女性だらけのと場所だったので、うん、やっぱり今の時代と同じようにちょっと先端を行っていて、うん、子供たちも連れてきていいよって言って、うん、でお客様もお子さんたち連れてきてっていう感じだったので、うん、で私も抱っこ紐で抱っこしながら、うん、あのその時はもう講師っていう立場でやってたので、うん、メイクを教えたりとかって、うん、あの抱っこしながらやってました。今後こんな風にしたいとかあります、うん、夢みたいな。夢ですか。夢とか、まあ、今からこんな風にやっていくんだとか。あ、それは、うん、その今までの その知識を生かして、うん、でもっとじゃ自宅でできるように、例えばじゃ私がメイクに出張に出向かなくても、うん、ご自分でできるように、うん、あのそのため の、 あのセミナーをやろうと思って、そう講師活動もやっていこうと思っているところですね。これですね。あ、そうですそうです。はい、あの今出てますよね。そうですね、出てますね。第一印象は
3秒で決まる、確実に見た目印象が変わる、美眉レッスンワンデーセミナーっていうのを、はい、12月10日の日曜日の10時から12時までの2時間 で、うん、で浜松市のビオラ田町のエニシアっていうところがあるんですけど、うんうんすねはいはい、その3階のミーティングルームで定員6名でやります、うん、6名、はい、もう早い者勝ちという早い者勝ちです。ぜひたくさん来てください。お願いします。これはじゃあ、うん、そうかこの時に、はい、教えるっていうことを、はい、今日ちょびっとやるっていうのは無理ですよね。今山さんの顔を使ってそうかそうなっちゃうかそれやばいな。あ写真もはいはいチーズはいありがとうございます。ちょっと大丈夫かな。これって眉毛、はい、なんかあるんですか。このそのどうすればいいっていうなんか基本みたいな。眉毛の形って、うん、大体こう3つぐらいに分かれてるんですよ。ストレートと、うん、ポイント目ポイントっていうのとアーチって言って分かれていて、うん、でそれが太くなったり細くなったり、うん、でそかそかしてて、でやっぱりきっちりやるには描き方もあるんですけど、うん、どこにどう描けばいいかとか、まあ、そういうことを教えさせていただくんですけど、なんだろう、ちょっと前に、うん、こう若い子たちの間でこう下がった眉毛、困った眉毛みたいなのが流行ったんですけどね、あれは若い子たちがそう見せるので若い子だからできるっていう、こうこんなってこう眉毛でもやっぱ大人の女性はそれだとちょっと、うん、何不幸うつそうに見えちゃったりとかするので、きっちりやっぱりそこは変えた方がいいとか、そういうことをレッスンでやっていこうと。この顔によってもやっぱ違うんですよね。あ、そうです。骨格とか、うん、あとどの辺まで伸ばしていいかとか、うん、じゃあ顔デカさんはじゃあどこまでこの眉毛の長さをやったらいいかとか、であとこの眉山っていうんですけどね、この一番こう高くなってるとか、じゃあそこをどこの位置に持っていけばいいかとか、であと上を足すのか下を足すのかとか、細い眉毛の方とかもいますよね。だからそれをどっちへ足すのかとか、あと色選びとか、うんうん、そうかそうか、そう、色っていうのは眉毛、だいたい髪の色よりワントーン明るい色って言われてるんですよ、眉毛の色って。そうなので、まあ、色もいろいろあるので、こういう色が似合いますよっていうお話をさせてもらったり、ちょっと自宅からご自分の、眉毛なんだっけ、アイブロウを持ってきてもらって、それでやろうかなと。そうですね。あ、25分もうそろそろでございますね。よかった、ビールの話だけして終わっちゃうかと思っちゃった、ね、まあ今からゆっくりやりましょうね。ありました。じゃあ最後にもう一回、告知をさせてもらいまして、はい、そうですね、終わりにしたいと思いますので、はい、これ、うん、そうですね、これ見えてますけど、あ、見えてるからいいですね。大丈夫ですね、はい、確実、あ、第一印象は3秒で決まる、確実に見た目印象が変わる、美眉レッスンワンデーセミナー、で、日にちが12月10日の日曜日、で10時から12時、はい、あ、昼間ですよ、ビール片手にじゃないです。で浜松市夜中じゃないビオラ田町エニシアの3階のミーティングルームで定員6名ですので、お早めにお申し込みをください。サロンリンで検索してください。聞くがはつけなくても、さっきね、マキさんが出てくるって言ってくださってたので、よろしくお願いいたします。はい、ということで、はい、本当に今日ありがとうございました。ありがとうございました、はい、あなたの美の魔法使い、はい、リンちゃんでございました。ありがとうございます。ありがとうございました。さあ次の番組は、はい、今日誰だっけ、はい、たっちゃんの絆企画室比較室でございます、はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。マイクを取ってください。はい。